田中碧選手ですね。よくさ、もうみんながね、2ブロックマッシュじゃない、目の上、耳上、ボンのくぼラインでしょ。みんな勘違いしないでほしいのが、写真撮りました、そのまま横を撮ってるんじゃないから。写真撮りました、横向きました、ここでまたセット直して写真撮ったりしてるから、横も同じなんだと思わない。はい、で、次、この時ここに繋いで短めにちょっと切ってくる。で、ポイントパーマでこの長く前に残した部分に関してパーマをかけると、こうちょっとうねりが、ストレートのストレートも出やすかったりするっていうのが一つ特徴としてあります。で、センターパートでしょ。センターパートとか7、3、6、4ぐらいのわけで、ちょっとこの辺ね、まあ濡れてるから、もう汗かいてるからかもしれないけど、濡れてるから。で、このフロンターレにいた時のだって、目のライン、目の下のぐらいの長さでしょ。で、耳は4分の3ぐらい隠れてるじゃない。このナチュラルな感じだと、ここの高さが出ないんです。ちょっとふわっとさせたいんです。